どうも、はやみちです。ということでですね、これからキッチンやっていきたいと思います。違いましたね。料理の鬼さん、リュウジでした。ということでですね、今回は、ナットコールスローっていうね、めちゃめちゃ低糖質で、めちゃめちゃ簡単でめちゃめちゃうまいお料理を、やっていきます。すいません、ポーズキッチンじゃなくて申し訳ないです。早速作っていきたいと思います。キャベツ 150g ですね。セブンとかスーパーに売ってる小袋の、キャベツが 150g ですね。僕の場合は、これね、もう芯を切り落としちゃってるんですけど、芯を切り落とすとここに、ここが平らになりますんで、この平らな部分を下に置いて切っていきます。で、ナットコールスローの場合はそんなに細切りにしなくていいので、あ、粗めの千切りでいいです。細めの千切りにするって意外と難しいですよね。はい、こんな感じです。はい、そんなにね、細くなくていいのでね、これでキャベツは完成ですね。これね、キャベツは、千切りしたキャベツは全部ね、ボウルに移しちゃってください。なんかもうスーパーとかで、売ってる、切ってるキャベツでも全然平気です。はい、で、ここにですね、納豆で、これをね、タレとからしを入れて、で、混ぜていきます。はい、混ぜていきます。はい、混ぜた、バイ。で、ここにですね、マヨでね、大さじね、2ぐらいかな、確かね。で、これをね、混ぜていくんですよ、こうやって。これさ、動画にする意味あったかな。めちゃめちゃ簡単。で、これで混ぜて、よく混ぜてくださいね。はい、塩コショウ少々入れるみたいです。はい、はい、お塩、まあ、ここら辺はもう好みで全然いいです。僕は酒飲みなので結構濃いめにしちゃいますけども、皆さんは塩コショウのあれで、あれしてください。はい、完成です。じゃあ盛り付けていきます。もうわさっと、結構ね、量はあるんですけど、副菜とかにするんであれば意外とね、スルスル食べれちゃうんで。あと最後に、僕はまあ胡椒ジャンキーなので胡椒を上からかけて、ラットコールスローの完成です。はい、ということでですね、じゃあ飲んでいきたいと思います。ウイスキー適量の、ウィルキンソン適量です。じゃあ飲んでいきたいと思います。はあ、うまいな。これはいつ作ってもうまい。はい、ということでですね、早速ナットコールスロー食べていきたいと思います。これはね、キャベツたっぷりで、納豆も入ってますからね、非常にですね、健康的ですね、これね。いただきます。うん、うん、めちゃめちゃうまいね。このね、多めに入れた胡椒がまたすっごく美味しいです。香りが出て、なんか意識高い感じがする。たまにはこういうのもね、いいと思いますよ。めちゃめちゃうまい。ね、マヨネーズと納豆ってすごい相性いいんですよね。ね、これをね、キャベツと一緒に食べることによって、もうものすごくね、キャベツがバリバリ食えるっていうね、非常にいいレシピになるんですね。やっぱね、タレとからしを入れてあるので、すごくね、パンチのある味してるんですよ、この見た目でも。おつまみにも持ってこいだし、ご飯と一緒に、ね、副菜としても召し上がっていただけるような、パンとかと相性いいかなっていうふうに思います。はい、なるほどですね。あ、ちょっと待って、今日尺大丈夫？尺3分ぐらいになっちゃうんじゃないの。まあいいか。ね、これね、ちょっと今日1本目なので、次も撮っていくんで、今日はサクッと終わりましょう。皆さん、このね、ナットコールスロー、ぜひ皆さん試してみてください。はい、ということでですね、今回の動画楽しいなとかね、美味しそうだなとか、ちょっとも思っていただいた方はチャンネル登録と、あと高評価、通知ボタンオンをお願いします。